じゃあ、まあ今日はちょっとね、パラデュールについて、プレゼンをさせていただきたいなと思うんですけど、パラディドルって苦手な人って結構多いような気がするんですけど、パラディドル苦手だぶっちゃけっていう人っていますか？そう、でも結構多いですよね。半分にもいかないぐらい。パラディドル苦手だ。そう。まあパラディドルはね、こう、大事な練習として教則本とかにも載ってるし、まあインターネットとかでも必ず出てくるんですけど、まあ一体何に使うか分からへんっていう人も結構多い人もね、多いとも思いますし、まあパラディドルずっとね、こう1日30分やってても、こう、上手くなってる気がせえへんみたいな人っていうのもいたりとかするんで、まあ今日はね、このお時間いただいて、僕はもうパラディドルの良さを、もう全面に押し出していこうと思っているので、よろしくお願いします。めちゃめちゃ写真撮りますね。美味しそうに撮ってくださいね。美味しそうに、ね、はい、料理あレシピ言うてんの、あフレーズレシピ言うてますか、ね、うまいことを宣伝してくれてありがとうございます。それぐらいはあるから。そうですね。ありがとうございます。ということで、まあ、パラディドルって一体何っていう人もいると思うんで、ちょっと簡単にねパラディドルを説明させてもらうと、なんかこういうパターンですよね。こう右左右右左右左左ですよね。まあ、パリドルっていうのがなんかあのシングルストロークっていうこの交互に打ちこの右左っていうのと、このダブルストローク、まあ2つ打ちですよね。こうタン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 がこう融合されたパターンが、まあ、パラディドルっていうパターンなんですけど、まあ、これはルーディメンツというね、あの基礎練習パターン集みたいなのが、まあ、ドラムにあるんですけど、まあ、それの中の1個のパターンとして、まあ、このシングルストロークとダブルストロークが融合されたパターンをこうパラディドルっていうパターンがあるんですけど、まあ、これがね、あの基礎練習としてはすごくこう大事とされてるんですけど、まあ、これを使うことによって一体何が、どんなメリットがあるのか。で、まずまあこれパターンを見てもらったら分かるんですけど、右から始まっても左から始まってもこう同じなんですよね。こう左右対称みたいな、トマトトマトみたいな、ね、短いね。そう、右左右右左右左、どっちからスタートしてもこの同じようにこのバランスよく鍛えられるので、だからメリットの一つとしてはこう右手と左手がこうバランスよく鍛えられるっていうのはこうパラディドルのメリットの一つとしてあると思いますね。で、さらに二つ目なんですけど、二つ目が、あの、まあ、ルーディメンツのこの正規の手順っていうのが、ここがアクセントになるんですよね。このタッ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 で、そのアクセントするためには、こう、二打目で、この、たこ焼き、たこ焼きの、こうで上げないといけないんですよ。で、これ、アップストロークっていうんですけど、このアップストロークっていうのが、アクセントのためにあるのと、あともう一個の、こう、パターンとして、この、他の場所に移動するための。強く移動するために、アップストロークっていうのはアクセント以外にも使うんですよね。だからこのパラディドルを練習することによって、このタムとかこうシンバルとかにこう移動がしやすくなるっていうのが、こう2つ目のメリットです。覚えておいてくださいね、これはね。はい、そして3個目は、例えばこうみんな基本練習するときって、こう練習パッドの上で、まあ、こうスネアとかでもそうなんですけど、こういう構えでやるでしょ。まあ、これレディーポジションって言って、まあ、ローポジション、ハイポジションとか言ってこうありますけど、あの、まあ、ドラムセットで叩くときってこういろんなところに手を伸ばすんですよ。だから例えばシンバルとかこうタムとかね。で、あの、なかなか手が早く動かないっていう人とか、こうフィルが手が出にくいっていう人っていうのは、この他のとこで、ポジションを取るのに慣れてないんですよね。まあ、例えばこうタムとかに行っても、ここのポジションに戻ってきたくなるんですよ。こうなんですけど、早く叩くためには、例えばこの今のこうドカタカドカタカやったら、なんかこういうポジションですかね。こうじゃなくて、こういうポジションで叩いた方が効率よい動きができるんですね。だからその今のパラディドルも
ここでポジションを取って移動するのと、ここにレディーポジションを置いてアクセントをスネアに行く。するとこのフィルとかにすごい手が出しやすくなる、こう移動の練習なんですよね。で、さらにこう16ビート苦手やっていう人がいるじゃないですか。苦手やっていう人のこの、まあ、特徴としては、ここのポジションのまま16ビートしようじゃなくて、この体自体をハイハットに持っていって、でこういうポジションになれたら16ビートってやりやすくなるんですね。この正面でやってじゃなくて、ハイハットの方向いて、ミドルを練習するときも基本のポジションをスネアじゃなくてハイハットに置き換えて、結構アクセントをスネアに行ったりとかすると、このポジションを調整するね、この練習になるということで、まあ、パラディドルの今何個目 ?3 個目3個目のメリットとしては、まあ、ポジション調整 の、 役割があるかなと思います。そして、4個目、パラディドルの、まあ、パラディドルってこう右左右右左右左左、このセットでパラディドルっていうパターンなんですけど、これをね分解してみると、こう右手と左手って別々のものを叩いてるんですよね。で、この右手だけこう移動するような練習をすると、みたいな感じするとこの右手と左手がこう分離されるんですよね。で、なかなかこうタカタカとかこうダブルストロークとかうまいこといかへんっていう原因の一つとして、こう右手と左手がつられてるっていうのはめっちゃ原因の一つとしてあるんですね。まあそれが原因で力が入ったりとか早く叩けないっていうのがあったりするんですけど、この右手と左手が分離されることによって、まあ、力が抜けるんで、だから早く叩けるようになったりとか早い移動が可能になったりするんですね。だからパラディドルを使って例えば右手だけ今みたいな感じで移動させたりとか、右手と左手がこう力が抜けてくるということになります。パラディドルの4つ目のメリットとしては、こう右手と左手が分離されるということになります。そして、まあ、さっきの、この右手だけを、まあ、例えばこうライドシンバルとかハイハットに行くと、まあ、リズムパターンになるんですけど、使えるっていうのは、まあ、パラディドルのメリットかなと思います。そしてですね、なんかこういうフレーズ苦手な人多いじゃないですか。手足が絡むようなやつ、パドとパドのみたいなの。そのフレーズが苦手なっていう人も、なんか足のシングルとかダブルとかの、まあ、組み合わせがなかなかうまいこといかないっていう人が多かったりすると思うんですけど、これも、まあ、パラディドルの練習でちょっと置き換えて、例えば右手を足に置き換えて、まあ、L のところを、手に置き換えると、なんか、みたいな感じでこう手足のコンビネーション練習にもこのパラディドルって役になそうですよね。こう
同じ場所でやるよりかは、なんか縦横無尽に移動するとね、あの分離の練習になるんだよ。手足に置き換えて、で手もいろんなところにこう移動すると、この手足のこう分離のこう練習になったりとかもします。で、さらにこの足と左手に置き換えてもいいですよね。こうするとリズムパターンになるんですよね。こうパターンとしても使えるし、この右手と左手のリズムパターンとしても使えるし、パラインドルってね、すごいこう万能ですよね。そうで、まあそんな感じで今まで何回も、まあ、おさらいすると1個目が、左右対称のパターンなので、まあ、右手と左手がこうバランスよく鍛えられるっていうのは、まあ、パラインドルの1つ目のメリット。そして2つ目が、アクセント部分をまあ、タムとかシンバルとかに移動すると、まあ、こう移動の練習なんですよね。こう移動アップストロークを使えるので移動の練習になります。そして3個目が、まあ、レディーポジションを、まあ、例えばハイハットとかに置き換えると、まあ、ポジションをね、こういろんなところでこう定められるようになります。そして、4個目は、まあ、右手だけ移動させたりとか、まあ、左手だけ移動させたりとかすると、右手と左手の分離になるというね、ことになります。そして、まあ、手足に置き換えたりとかすると、まあ、リズムパターンになったりとか、こう、フィルになったりとかする。めちゃめちゃ万能じゃないですか、このパラリドル。すごいでしょ、このパラリドルだけで。で、まあ、他にもね、今ここで紹介した以外にも、まあ、たくさん応用しようと思えば、まあ、いくらでもできたりとかするんですね。僕ドラム教室も出したりとか、こう普段ネットでレッスン動画を出したりとかしてるんですけど、これだけのパターンを知ってるわけじゃないんですよ。例えば僕、昨年教室も2冊出して、全部で1000個のパターンを作ったんですけど、僕1000パターンを知ってるわけじゃなく、例えばこういうパラディドルっていうものに対してこれを広げてるだけなんですよ。こうどん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 。だからこのその広げるためには一体何が必要かというと、悩みが必要なんですよ。例えばこう左手がうまく動かないなとか、タム回しが苦手だなとか、手足がうまく動かないなって、悩みが一番最初にあって、でこれに効く練習って何やろっていうことでいろんなパターンを考えていくんですね。でなかなか上達しやすい人と上達しにくい人の違いっていうのはここにあって、実はこの順番が逆になるんですよ。だからパラディドルって練習になるっていうことで、パラディドルを練習し始めてからこれって一体何役に立つやろうって考えるんですよね。じゃなくて一番最初にこう右手がうまいこと動かへんとか、スピードが上がらんとか、まあ、タグ回しがなかなかうまいこといかないっていう悩みが一番最初にあって、でそれを解決するためにパラディドルっていうパターンを選んで使うっていうことが大事なんで、だからこう1日30分練習するときもそうやし、この何か目標があって、で目標に到達するための1日30分練習なんで、だからその目標に到達するための別のルートがあるんなら、まあ、別にパラディドルを使う必要もないし、1日30分練習する必要がないんですよね。まあ、こういうパラディドルっていうパターンを紹介しましたけど、まあ、この2020年、まあ、皆さん今一度この自分のこうやりたいこととか、その目標とかを、まあ、一回ちょっと見つめ直してもらって、で自分にできること、できないことっていうのをリストアップしてもらって、でそれを解決するために教則本を使ってみたりとか、まあ、パラディドル使ってみたりとか、なんかそんな感じで、いろんな基本練習ができると、まあ、基本練習も楽しくなっていくと思うんで、そんな感じで、ぜひね、まあ、僕の教則本なり、このパラディドルのパターンを使ってもらえると嬉しいですということで、いい時間じゃないですか。はい、はい、森谷亮太でした。ありがとうございました。森谷亮太。